今回はですね、D 賞に入ってないオリジナルのセリフを用意していただいてきましたので、はい、これを録音してみたいと思います。いつの間にかガーミネットマイクがバイノーラルマイク、はい、ね、来ました。このノイマンのやつ、これがこちらを家族さんが今からパフォーマンスするんですね。そうですね。じゃあ僕のところ ここにヘッドホンが置いてあるんで、これで和子さんのそのやつを聞けるんですね。じゃあ僕は やめといた方がいいと思う。モノマネ王座の審査員方式でヘッドホンこっちでやって聞いてみますね。ああ、もしもし。審査員の席に、はい、聞こえますか。あ、聞こえております。あ、いいですね、はい、僕の声がすごい遠くから。ちょっと部屋の音も結構入っちゃうんですけど、すごい敏感だからね。空調の音が入ってますね。このマイク敏感だから。うわ、ちょっとなんか腰のあたりがゾンゾンしますね。はい、じゃあ行きますよ。では、はい、参りたいと思います。はい、3、2。ああ、おかえり。ご飯できてるよ。それともお風呂が先？どっちでも君の好みにするといい。え？なら一緒にお風呂に入りたい？かしこまりました。愛しの奥様、仰せのままに。井上和彦くじめいと愛があふれる極甘旦那様編、好評発売中です。販売は10月25日23時59分まで。以上、井上和彦でした。はい、あざす。いや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 、こんな感じ。よかったよーって、なんか金ちゃんみたいになっちゃった。いやでも、いやなんかね、いやなんかもうゾワゾワしますね。じゃあちょっくらこいつを、はい、私も。それじゃあいきますよ。はい、いいね。はい、3。ねえ君、どんな靴下履いてんの？脱がせてあげるよ。だいぶ汚れてるね。きれいにしてあげるよ。足が汚れてると、って蚊が寄ってくるらしいからさ。ほら、綺麗になった。これで大丈夫。おいやー、えいやー、いや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 、まあ飲んで飲んで。どうやって開けんのこれ。このサイズ、あ、これで、あ、すいません先輩ちゃん、いただきます、はい、いただきます。ありがとうございます。やった。いやー、しびれたな今。ご褒美が。さっきあのメイクさんから聞いた情報をいきなり言いました。そうそう。足、さっき聞いたの、もう使ってると思って。ああ、ありがとうございます。しかも超エロく。ありがとうございます。いただきまーす。なんかこう、なんかそのこのエラホストクラブみたいな感じで。いただきまーすみたいな感じで。いやいや、エロかったね。やばいな。なんかその足きれいにすると蚊に刺されないっていう話をね。そういう話をね、聞いたばっかだったんで。なんかアルコールで消毒すると、そう、拭くといいらしいっていう話を。蚊に刺されにくくなるっていうね。聞いたんで、はい、すいません、その豆知識をお伝えしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。